はようございます、今日はジャンボ亭の練習場の、要はあれですね、反対側から撮影しております。反対側から見る景色は全く違いますが、こんな感じになっております。ちょうどあそこの屋根付きの練習場から、私が今撮影しているこの場所まで、285ヤード一番下で、そしてこのネットを越えるのにはまあ、約290以上のキャリーがないと、ネットは越えませんということで、この一番右奥にあるこのグリーンですね、このグリーンのピンまでが、一番この打席から、265ヤードということで、キャリーしたキャリーしないという話をしていると思うんですが、練習中にこのグリーンのピンにキャリーする、キャリーしないという話をしております。ちなみにこのグリーンを越えるのに270ですね、キャリーで越えると、そこから20ヤードということなんで、ここまで280ということで、アマチュアの人で280キャリーする人はほとんどいないので、小暮でもおそらくフォローでちょうどこの辺にキャリーするぐらいではないかなというふうに思います。こちらは実測で本球使っておりますので、コースとほぼ変わらないキャリーが確認できます。はい、そして、練習場の右サイド奥に来ました。このポールはですね、新しく併設されました、女子用のティーグラウンドということで、グリーンの向こう側ですね、ちょうど、オレンジのコンパネがあるティーグラウンド、あそこのティーグラウンドからこのポールまでにちょうどキャリーで230です。このポールにキャリーすると、まあ、女子の中ではかなりの飛ばし屋ということになると思います。キャリーで抜けたとしても、ネットがありますんで、ここもこのネット、当たるのに250、60のキャリーが必要なんでということですね。ちなみにこの一番コーナーのところまでが、あの女子用のティーグラウンドから、255ヤード、なかなかフォローでも吹いて、笹生エリカぐらいですかね。まあでも255、260のキャリーっていうのはかなり厳しいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちらが練習グリーンですね。練習グリーン、手前今、小暮が買っている方がアプローチ練習のグリーンですね。この方がパッティング専用になっております。ちょうど見やすいですね。今日は順目と逆目、まあ、小暮が向こうに向かって買っているのが順目になってますね。こんだけはっきり見えるとわかるんじゃないでしょうか。この向こうからこちらに来るので色が濃くなっていると思います。よく速くするためにはダブルカットって言って、違う方向からもカットします。緑になりました。周りにはトレーニングするバンカーでバンカー練習もできます。
がアプローチホールになります。先日、ちょうど傷ついてドロドロになったんで入れ替えたばかりです。ということで、これはブリッジストンさんの、ボールをメインにし